SEO と暗号資産。おはようございます、マサルです。今回はビジネスインダストリーの分野から SEO と暗号資産について勉強します。それでは一緒に勉強していきましょう。平成30年秋、問3。インターネットの検索エンジンの検索結果において自社のホームページの表示順位をより上位にしようとするための技法や手法の総称はどれか。 A. DNS E. RSS U. SEO E. SNS どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は U. SEO です。それでは解説していきます。この問題は SEO についての知識が問われる問題でした。 SEO とはサーチエンジンオプティマイゼーションの略です。ウェブサイトの内容を Google 等の検索エンジンの上位に表示されやすく最適化することを言います。この問題ではインターネットの検索エンジンの検索結果において自社のホームページの表示順位をより上位にしようとするための技法や手法と説明されています。皆さんも検索サイトを利用することありますよね。その際多くの方が検索順位で上位に表示されたものを選択するはずです。逆に言うと上位に表示されないと見られないということです。多くの人に見てもらうためには検索順位の上位に表示される必要があります。そのために SEO 対策を行います。具体的には検索エンジンに評価されやすい構造でウェブサイトを作ったり最適なキーワードを使ったり関連性の高いリンクを受けると検索エンジンの上位に表示されやすくなると言われています。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢 DNS はドメインネームシステムの略です。 IP アドレスとドメイン名を紐付けしIP ネットワーク上で管理するシステムのことを言います。インターネットで通信をするためには IP アドレスという住所のような情報が必要です。しかし我々人間は IP アドレスのような数字を覚えることが苦手です。そこで DNS を利用します。例えば google.com にアクセスしたいときに DNS に google.com に接続するための IP アドレスを問い合わせます。DNS は IP アドレスの情報を管理しているので google.com の IP アドレスの情報を応答します。その結果 google.com に接続するための IP アドレスを知って接続することができるようになります。次の選択肢 E の RSS はリッチサイトサマリーの略です。ウェブサイトの更新状況を表示する仕組みのことを言います。例えば総務省のホームページを見てみると RSSと書かれたアイコンがあることがわかります。この RSS の仕組みを利用すると掲載された新着情報を素早く入手して興味のある記事を簡単に閲覧することができるようになります。いちいちサイトを訪れなくても情報が更新されたことに気がつくことができるという利点があります。ただし RSS を利用している人は減少していることも知っておくと良いかもしれません。現在は様々な SNS が普及しています。情報収集する側は SNS を利用する人が増えました。情報発信したい人や団体も SNS を活用した方が発信力が高いため RSS ではなく SNS を使った情報発信に力を入れることが増えてきています。次の絵の選択肢 SNS はソーシャルネットワーキングサービスの略です。インターネット上で交流できる仕組みのことを言います。 LINE、YouTubeX などが有名な SNS ですよね。では問題を見直しましょう。インターネットの検索エンジンの検索結果において自社のホームページの表示順位をより上位にしようとするための技法や手法の総称はどれか。正解は U SEO です。それでは次の問題です。令和3年春問25。暗号資産に関する記述として最も適切なものはどれか。 A. 暗号資産交換業の登録業者であっても利用者の情報管理が不適切なケースがあるので登録がなくても信頼できる業者を選ぶ。 E.
暗号資産の価格変動には制限が設けられているので、価値が急落したり突然無価値になるリスクは考えなくてよい。う、暗号資産の利用者は暗号資産交換業者から契約の内容などの説明を受け、取引内容やリスク、手数料などについて把握しておくとよい。え、金融庁や財務局などの官公所は安全性が優れた暗号資産の情報提供を行っているので、官公所の職員から勧められた暗号資産を主に取引する。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は、う、暗号資産の利用者は暗号資産交換業者から契約の内容などの説明を受け、取引内容やリスク、手数料などについて把握しておくと良い。こちらが正解の選択肢です。それでは解説します。この問題は暗号資産についての問題でした。暗号資産とはインターネット上でやり取りできる財産的価値のことを言います。代表的な暗号資産としてビットコインやイーサリアムがあります。問題文の中では暗号資産に関する正しい説明としてこのような記述がありました。暗号資産の利用者は暗号資産交換業者から契約の内容などの説明を受け、取引内容やリスク、手数料などについて把握しておくと良い。特にリスクについては知っておきましょう。まずは価格変動のリスクです。一気に暗号資産の価値が上がったり下がったりすることがあります。次にサイバー攻撃のリスク。過去にも仮想通貨取引所がサイバー攻撃によって保有している資産を失ってしまう事件がありました。あとは流動性のリスク。流動性リスクとは売買が極端に少なくなることで取引が成立せず、売りたい時に売れなくなってしまうというリスクです。暗号資産には様々な種類があります。ものによっては流動性リスクがある場合もあるので注意が必要です。その他の選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢、暗号資産交換業の登録がなくても信頼できる業者を選ぶとあります。金融庁は暗号資産交換業者登録一覧を公開しています。登録を受けていない業者はいわゆる違法業者にあたります。違法業者は情報管理が不適切である可能性が高いので利用しないようにしましょう。次の E の選択肢、暗号資産の価格変動には制限が設けられており、価値が急落したり突然無価値になるリスクは考えなくても良いとありますが、冒頭説明したように暗号資産は価値が乱高下します。いきなり価値が下がって無価値になるリスクがあるので、そのリスクを考えて適正な範囲で利用した方が良いですね。 A の選択肢では官公所の職員から勧められた暗号資産を主に取引するとあります。金融庁は暗号資産交換業者登録一覧を公開しているわけですが、その中にこのような注意書きがあります。金融庁財務局がこれらの暗号資産の価値を保証したり推奨するものではありません。この記述が表しているように、官公所の職員は暗号資産を勧めることはありません。よってこの選択肢は間違い選択肢です。では問題を見直しましょう。暗号資産に関する記述として最も適切なものはどれか。正解は、う、暗号資産の利用者は暗号資産交換業者から契約の内容などの説明を受け、取引内容やリスク、手数料などについて把握しておくと良い。こちらが正解選択肢です。それではここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみましょう。皆さんはサトシ・ナカモトという名前を聞いてどんな人を想像しますか？暗号資産においてサトシ・ナカモトという名前はビットコインの生みの親を表す名前です。2008年にサトシ・ナカモトと名乗る人物がビットコインという暗号資産に関する論文を発表したことから暗号資産の歴史が始まりました。ちなみにサトシ・ナカモトという名前は日本人のような名前ですが、その正体は未だに分かっていません。初めてのビットコインの取引は2010年、ピザ2枚を1万ビットコインで購入したとされています。つまり
当時の価値は1ビットコインが1円以下でした。その後時は経ち、2024年3月5日1ビットコインの価格は1000万円を突破し、過去最高値を更新しました。1円以下の価値だったものがわずか15年程度で1000万以上のものになる、とんでもない上がり幅ですよね。ここだけ聞くとすぐに買ってみたくなるのが人の心ですが、冒頭に勉強したようにリスクを思い出してください。ビットコインが代表する暗号資産は価値が乱高下します。これから先大きく価値を下げることもありえます。暗号資産は慎重に利用するようにしましょう。それでは最後に復習です。インターネットの検索エンジンの検索結果において自社のホームページの表示順位をより上位にしようとするための技法や手法の総称はどれか。正解はSEO です。次の問題、暗号資産に関する記述として最も適切なものはどれか。正解は暗号資産の利用者は暗号資産交換業者から契約の内容などの説明を受け、取引内容やリスク、手数料などについて把握しておくと良い。こちらが正解です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。